有村霞は日本の女優。兵庫県伊丹市出身。フラーム所属。2009年12月、兵庫県立伊丹西高等学校在学中に、フラムのオーディションを受けて合格。2010年1月、産経スポーツの新春企画、新春ガールズが芸能界の初仕事となり、4月に親元を離れて上京。同年5月、鋼の女でドラマ初出演を果たし、 同年12月、フラムモービレで携帯ブログをスタートした。2011年1月、東京ディズニーシー、春のキャンパスデーパスポートで CM 初出演を果たし、同年11月に、ギャルバサラ戦国時代は、県外ですで映画初主演を果たした。2013年4月、出生地である、伊丹市より、伊丹市大使に任命される。同年7月より、アメーバブログをスタート。また、 連続テレビ小説、甘ちゃんで小泉京子演じる、主人公の母親の若かりし、コロを演じて人気を博し、数ヶ月で大ブレイクを果たした。日本モニターによる2013タレント CM 起用者数ランキングで県外からトップ10入り、VIP タイムズ社による業界人1000人を対象としたアンケートで選ばれた2014年にブレイクを期待するタレントで、 女性部門1位となるなど、注目を集めた。2014年7月公開のスタジオジブリ作品、思い出のマーニーでオーディションを経て、ダブルヒロインの一人、マーニー役に抜擢され、同作に声優として出演を果たす。同年10月、舞台劇、ジャンヌ・ダルクで、初舞台を踏む。同年映画、ストロボ・エッジの役作りのため、 デビュー以来一度も短くしたことのなかった髪を20センチメートルカットした。2015年5月、主演映画、映画、ビリギャルにて、金髪ギャルを演じ、話題となる。同年6月、永遠の僕らシーサイドブルーで、地上波ドラマ初主演。同年10月、海に降るで、連続ドラマ初主演。2016年主演映画、映画、ビリギャルでの演技により、 第39回日本アカデミー賞優秀主演女優賞及び新人俳優賞、さらにストロボエッジ映画ビリギャルでの演技により第58回ブルーリボン賞主演女優賞を受賞する。同年1月、フジテレビ月9ドラマ、いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまうで同枠及び民放連続ドラマ初主演。2016年11月12日、 第67回 NHK 紅白歌合戦の赤組司会者に起用されることが NHK より発表され、同年12月31日放送の同紅白で赤組司会者を務めた。自身にとっては初の司会業となる。2017年前期連続テレビ小説、ひよっこヒロインに選ばれた。脚本の岡田義和の強い要望もあり、オーディションを行わずに主演が決まった。 2017年11月13日、第68回 NHK 紅白歌合戦の赤組司会者に再び起用されることが NHK より発表され、同年12月31日放送の同紅白で2度目の赤組司会者を務めた。自身にとっては2年連続での司会業となる。2021年3月3日、第12回アジアンポップアップチネまで、 作品、有村霞の殺球と、劇場版そして、生きるが評価され、ブライトスターアワードを、日本人初の受賞。役名が、太字で記載されているものは主演した、作品ドキュメンタリー映画メディアを再生する東芝、フラシェールテレビ CM、シェアしたくなる、変30秒制の出演。ありがとうございます。